こんばんは、ミカです。ホットヨガのクラスが終わったところなんですが、スリーレッグドッグのバリエーションを行っていきます。ではダウンドッグから始めていきましょう。足腰幅、手の肩幅を広め、指の間を大きく開いて背中を伸ばします。ここから吸って左の足、お尻の高さです。かかとで後ろの壁をぐーっと蹴ります。つま先が床に向いています。そのつま先を内側に向けて内股、下に戻します。左のつま先を後ろの壁の方に向かって伸ばし、ポイント、その足を吸って空に上げれるところまで上げていきます。右手と左手で床を均等に押し続けましょう。このままキープでもいいし、余裕があったら左の膝を曲げて右斜め後方を後ろへ。さらに姿勢、左の脇の下から天井をちらーっと覗き込んでいきます。吸って伸ばして、吐いて元に下ろします。反対側も同じように行います。お尻の高さ、つま先、そのつま先を内側に向けて内旋させる。下に落として、つま先をポイント、空に向かって蹴り上げる。両手で均等に床を押し、さらに進める方は膝を曲げて左斜め後ろへ。視線右脇下から天井を覗き込んでいきます。さあ、ここから少し変えていきましょう。右足を伸ばし、吐いて膝を曲げて鼻先に近づける。吸って後ろ、吐いて膝を曲げて右肘へ。吸って右の足を後ろ、コアのトレーニング、吐いて左の肘に近づけます。吸って後ろに引いて、吐いて右足を手と手の間、左のかかとを床にして、吸って左手を押さえ、吐く呼吸で左の二の腕、耳の横、かかとから左手指先まで一直線。もしも体が十分に温まっていたら、左手の甲、腰の後ろ、右手を腿の下からくぐらせて、胸を開いてバリエーション。背中の後ろで手と手をつなぎます。呼吸して、吸って左の胸引き上げる。無理して手をつなぐ必要はありません。吐いて左手をマット、右足を後ろに引いてスリーレッグドッグ。体重量です。両肩、手首の前で肘曲げて片足クランク。吸う呼吸で体をスーッと前、アップドッグ。吐いてダウンドッグに戻って一呼吸感じていきましょう。鼻から吸って、全部吐いて、ふう、また足、吸って左の足を背骨に延長線上、吐いて膝を肘に近づけ、コアを使います。吸って後ろ、ちょっと手が、吐いて離す、おへそ縮める、吸ってアップ、吐いて右肘の外に、吸って空に、吐いて手と手の間、右のかかと伸ばす、もしくはバインド。無理して手をつなぐ必要はありません。吸う呼吸で右の胸を膨らませます。手を開いている方は右の二の腕から指先までエネルギーを振り届けていく。両手はマットに戻して、ラストスリーレッグドッグ。片足のプランク、肘曲げてアップドッグ、胸を開き、吐いてチャイルドポーズ、お休みです。さあ、皆さん、このトレーニング、お腹、コアのトレーニングとしてやってみてくださいね。ではおやすみなさい。